明るい豊かな社会の実現を目指して JCI 東京皆様こんばんはえ本日はですね日本を支えるそして東京を支える皆様にお会いできることをとても楽しみにしておりましたどうぞよろしくお願いいたします えっと、企業の皆様がどのように SX を経営に取り入れていくことができるのかその内容をちょっと前向きにお話をしていきたいと思います約20分ぐらいお時間を頂い,いておりますがあまり時間がありませんのでちょっと自己紹介は割愛させていただきますで、えっと、今ですねさまざまこの、まあ、環境とか企業経営あるいはあの社会問題を考える上でさまざまなこう,こういった言葉が出てきていますよね SDGs、SD ESG そもそも違いってどういったことなのかさらには DX、SX、まあ、ちょっと文字は似てますようやく DX というものが浸透してきてえさらにそれにプラスして SX というワードが出てきたのでこの辺りの違いについてまず最初にお話をしたいと思いますえまずまあ概念なんですけれどもこちらですね。すいません SDGs と ESG のそもそもの違いなんですがこちら どちらもですね、環境意識とか環境問題、社会問題を改善していくために必要なものなんですが、あこの SDGs に関しては、2015年の9月に国連のサミットで採択された持続可能な開発目標とされています。先ほどもお話がありましたように、まあ、具体的な17の目標とか169のターゲットがあります。 でこれはまあ政府とか行政、あるいはまあ最近では個人の方々含めて、こういった活動をしていきましょうという風な流れになってきています。 一方で、この ESG なんですが、こちらは実は投資家目線なんですね。なので、金融の文脈で語られることの方が多いです。ESG 投資というふうに名がついているとおり、まあ、環境、社会、そしてガバナンス、この頭文字を合わせた言葉で、資産運用とか金融の文脈で使われます。 そして DX と SX の違いなんですが DX デジタルトランスフォーメーションはあのそもそもです、ね、こちらはデジタル技術を導入していくことで、まあ、大きな変化が起きます。 例えばこう既存の価値観とかものの考え方が覆されるようなイノベーションのことを DX と本来は言っているんですが、今日本の現状といたしましては IT ツールを導入したりとかリモートワークが普及したこれも DX というふうにまあ言われています。でこれに対してまあ DX の論者の方々っていうのはいやいやイノベーションを起こしたりとかまあ大きな変革が起きないと DX じゃないよっていうふうにおっしゃるんですが、私としてはあのそこまでいかなくて。 でも、ちゃんとこう IT ツールを導入したりとか、リモートワークが普及する、それを DX と呼んでも十分いいんじゃないか、それによって世の中が前に進むのであれば、それでいいというふうに私は思っています。ですので、定義はこうなんですけれども、今、日本全体が動いているまあリモートワーク、そういったものを含めて DX というふうに考えることができます。 さらに今日のメインテーマである SX、サスティナビリティトランスフォーメーションなんですが、こちら、経産省がね、えー、あの掲げられたテーマで、本当に私今素晴らしいと思っていて、こちらはあの今、本当に不確実性が高まっている中で、企業が、まあ、持続可能性を重視しながら、それでもなお利益とこの ESG、この両立を目指していきましょうというふうな方向性に今向かってますよね。 これをちゃんと投資家の方々あるいはまあ消費者の方々含めて対話をしていくここのコミュニケーションを含めて、えー、その構造全てをサスティナビリティトランスフォーメーション SX っていうふうに言っているんですよねでさらにこれだけではわからないのでちょっと私なりに図解をしてみましたこれは完全に私のオリジナルなんですけれども、えー、SDGsESGDXSX の関係図を作ってみました で、今、社会課題として大きく私たち環境と効率化というものが大きく立ち上がっていますよね。で、この環境の文脈で語られるのがこの SDGs なんですね。環境に良い取り組みをしていきましょうっていうふうな話があります。もう一個、世の中全体を効率化していきましょうねっていうところで IT を導入していきましょう。これが DX なわけですよね。こういうふうな大きな社会課題がどんとあります。 でそれに対して、実際に企業としてこの社会課題を解決していく技術とか手段が、まあ、グリーンエネルギーであり、5G であり、あるいは EV 化していく、さらには DX 化していく、そういうふうなことになります。なので、この黒いところは企業さんだというふうに認識してください。 で、皆様、経営者の皆様は、こういうふうに DX のツールを使ったりしながら、この社会課題を解決していく、こういうふうな構図になっています。ですので、この黒いところが、企業の方々です。 でこれを踏まえて私たちが目指している世界動いていっている世界っていうものは環境とか効率をちゃんと意識した上で企業経営をしますそれで向かっている目指すべき未来っていうものが実はこう人間としてこう豊かさを感じられるような、まあ、精神的報酬が得られるような未来都市に向かっていってるっていうふうに考えることができるんですよね。 後ほど申しますが私たちは、まあ、成熟した資本主義社会に突入してきていますのでやはりこのまあ人間として豊かさを感じられるような未来都市に向かっていってるそのためにはやはりこの SDGs とか DX は欠かせないということなんですでここまでがまあ企業活動なんですがこの下の段を見ますと投資家さんとか消費者さんを書きました で、ここはコミュニケーションになります。企業さんと投資家さんのコミュニケーション、あるいは企業と消費者の方々のコミュニケーションの図になっています。で、この全部包括しているのが SX というふうな考え方なんですね。 つまり企業さんが SDGs にまあ取り組んでいるあるいは DX 化を進めましたで自分たちはまあ持続可能な経営をしていますよということをきっちり投資家さんに向けて発信していくこれインベスター・リレーションズと言われていて IR の分野になります。 で、ここでのコミュニケーションがきっちり取れたら、金融からお金が流入してくるわけですね。投資先として認められて ESG 投資になってくる。ここで金融の文脈で ESG 投資が出てくるわけですね。 さらに、実はこの企業っていうのは投資家だけではなく、まあ、市向け、消費者の方を向いていますので、パブリックリレーションですね、メディアを通じて自分たちのミッション、ビジョン、あるいは製品を伝えていく、こういうふうな活動、PR と言われていますが、こういうふうに 企業さんが投資家あるいは消費者に対してしっかりとコミュニケーションをとり自分たちがどういうふうな企業なのか何を考えているのかっていうここ全てを包括して SX なんですね。なので SDGs も DX も ESG 投資も IR も PR も包括するような概念が今回経産省が提唱した SX だといいううふうに言われています、まあ、特にまあ上場企業のところがあの文章ではメインになっていますけれども広げて考えればここの消費者のところまで PR 含めて私自身は SX の概念ではないのかなというふうに思っていますでこれがまあ私なりにこの今難しいねいろいろ英語が出てきている中で図解した内容になっていますなのでまとめますと、えー、実はこの SX というものは非常には長期スパンのものなんですよね で目先 SDGs というものが2030年までの目標を立てているのでこれに取り組むことで十分に SX につながっていくというふうな考え方になりますではここからは現状の中小企業のまあ課題と現状についてちょっとまとめたいと思います でまあ、中小企業が、ね、日本の国内の99.7%を占めていますし雇用の7割を占めていますので中小企業こそがです、ね、日本を支え日本の底力であるということは間違いないんですがいろいろ課題がございます3つあります資金不足そして人材不足さらには設備投資の遅れこういった課題感によって、まあ、倒産件数が一部増加してきています なので、こういった状況において、中小企業が持続的に存続していくために、実は SX に取り組んでいく必要があるというふうなお話になります。で、まあ、数字で見ていきますと、資金不足ですね。今、日本の企業の全体の65%が赤字です。さらに、コロナによって過剰債務が今、拡大してきているというふうな状況がございます。 そして人材不足ですね。えー、事業承継のところですけれども、えー、不在率、後継者がいないという不在率が65%を超えるような水準でずっと推移していますし、3つ目の課題、設備投資率ですが、ここが、まあ、あ大企業に比べて遅れていますので、労働生産性がまあ低いということで、2.5倍ぐらいの差が開いているということになります。 さらに、こういった問題から、まあ、あの、中小企業の、まあ、存続危機、まあ、倒産件数も一部増えてきているということです。日本全体としてはー、倒産件数は下がってきているんですが、やっぱりこの内訳を見ますと、中小企業、あるいは小規模零細のところは、増えているというところなので、やはりこれらを含めて、えー、中小企業、少し危機的な状況であるということなんですね。 ではじゃあ私たちそういった中でどういうふうな方向性を見てこれから進んでいったらいいのかという、まあ、概念の図になりますけれどもこちらにお示ししましたように実は私たちは今あ、まあ、幸福度がプラトな社会に生きてきて入ってきてきいます。つまり成熟した資本主義社会に突入してきていますので経済的豊かさをある一定水準まで私たちも得ているんですよね。 まあ高度経済成長期であれば、ぐっとこう毎日変化して、毎日幸福度を味わえるような時代でしたが。今はもうみんな、例えば、携帯を持っていたりとか、テレビを持っていたりとか、まあ当たり前になってきているので。結構幸福度がこう一定水準、プラトーな社会に入ってきているんですよね。だから、あ話題としては、資本主義社会の限界とか。まあ脱成長、そういうふうな言葉が、まあ、今、ニュースでよく報道されていますし。こういった、まあ、資本主義社会。 社会の限界ということに対して若い方々が一部支持をしてますよねおそらく岸田さんのね新しい資本主義とかもこの辺りを意識したことなんだとは思いますで、こういうふうな、まあ、社会に入ってきた中でどういうふうな考え方どういうふうな経営をしていると指示を受けるのかというとやはり多様性とか 共感を、まあ、許していく多様性とか共感社会のような形こういったものが支持を受けていますで実はこれひも解くと人間性の回復だというふうに言うことができるんですよねなのでまあ人間でしかこう得られないこう満足度とか幸福度とかそういったものこそが実は価値が高くなってきているというような今状況になってきていますなので我々はこう経済的豊かさをまあ手に入れました この人類が次に欲しくなるものこそが最も価値が高いトレンド。それが実は人間性の回復なんですよね。それで実はこの SDGs というところが今指示を受けているのはそういった背景があるからなんです。で、さらにこの SDGs をさらに包括している SX というものを経営に取り入れていく。それが実は企業の強みになってくる。そういう時代になってきています。 でそしてまあ多様性のお話をしましたが中小企業のまあ存続のあり方にも多様性があっていいというふうな考え方になってきていますでこれまでであればやはりこのまあ規模拡大生産性を向上していくもうこれが全てであるというような、まあ、グローバル型と言われるような企業がまあ正しいんだというふうに言われていましたが必ずしもそれだけではないというふうな考え方になってきていますで、まあ、この下の段にありますように実はこのえー 矢印というものはこう成長の曲線運というか成長のスピードを示しているんですが緩やかあるいは 一定それででもいいといととうことなんですねつまり、まあ、地域資源型と言われるような地域にまあ拠点を置きながら少し地域外でも活躍するようなサービス業あるいは地域密着型のコミュニティ型の、まあ、飲食とか小売業こういった企業って成長はこういうふうな曲線になりますけれども地域経済とか雇用を支えていますので、まあ、持続可能な発展、えー、継続していくと経営が継続していくということが重要になってくるわけなんですよね。 で、それを踏まえますと、実は大きなこうスケールとか上場企業、そういったものだけではなくて、実は地域とともに繁栄を続けるような中小企業にも、この SX と取り組みというものは非常に親和性が高いということが言えるんです。ですので、SX に取り組むことは、えー、もはや事前事業ではなく、企業の取り組み、あの、強みへと変化してきているということになります。 で、ここからは実際に、えー、事例をご紹介していきたいと思います。まずは海外の例からいきますね。えー、海外の、まあ、SDGs の事例、えー、なぜ SDGs かと言いますと、先ほどお伝えしたように SX の中にこの SDGs が入っていて、まずこの SDGs を取り組むことが始めやすいのでご紹介しています。で、イタリアのツリーダムという企業なんですが、こちらは食事プラットフォームというプラットフォームを作りました。 で、これは世界で初めて遠隔時に、えーまあ、木を植えることができるプラットフォームを立ち上げました。で、ここに関わっている個人の人数が84万人、さらに企業数6000社を超えてきているので、こういった方々が、まあ、あの、まあ、飢餓に苦しむような地域のところに、まあ、食事をしていく、そういうふうなプラットフォームを立ち上げた会社になります。 でこれによってもちろん環境にも寄与しますが SDGs の17の目標のうち10の目標に貢献しているというふうに高く評価されていますですのでこの取り組みからも言えることなんですがこの SDGs の取り組みっていうのはやっぱり1社だけでは完結しないのでやっぱり連携が鍵になってくるんですよね個人とか企業とか皆さんを連携して、まあ、まとめていく巻き込むというそういった力が必要になってきます なので今日、本日、まあ、課題意識を、ね、共にする仲間がここに集まったかと思いますのでぜひ皆様と一緒に、まあ、一歩を踏み出すきっかけにしていただければなと思いますそして、えー、日本の事例もご紹介したいと思いますこちらは私が実際に資金調達で、えー、携わった企業になります で私、今、経済アナリストとして活動していますが、実は、あの、こちらですね、ファンディーノと言われている、えー、個人投資家から資金調達ができるプラットフォームの会社にもいます。で、ここで資金調達を実際に、まあ、8900万円に成功した企業の事例をご紹介したいと思います。えー、この会社はですね、もともと町工場に、で、お父様がこの町工場を運営していて、まあ、スポンジタイヤを製造していたんですね。 で、お父様から受け継いだ後ですね、こちら高山社長なんですけれども、え、ちょっとベンチャー企業にこう、ま、ピボットするというか、事業転換をされてました。その内容が、この、もともとあった、この町工場の技術をベースに、こんにゃく臓器を作ったんですよね。 でこれ何がいいかと言いますと実はあのこのこんにゃく臓器というものはドクターの方々が手術を練習するときに、まあ、使われるんですが、えー、実は今そのこちらですね練習用の臓器って豚とかが利用されていますので非常にちょっとあの動物愛護関係のところからでも問題視されています。 でこのまあこんにゃく臓器を使えば、まあ、命を殺さなくていいというところで本当に SDGs の切り口から非常に評価が高かったんですよね。 で、このファンディーノでも実際に、まあ、個人投資家から指示を受けて、約600人ぐらいからですね、資金調達をし、そして8,900万円の資金調達に成功しました。で、ここをきっかけに実はかなりこうファンディーノってこうメディア露出力というか PR 力があるので、ファンディーノで成功したことをきっかけにかなり取材が殺到しまして、テレビ、新聞、さらにはラジオ、いろんなところに露出され、まあ、NHK とかもね、出演されてました。 で、さらにその露出がこちらの写真にあるように少しこのね、町工場では考えられないような若い人材がまあ就職して今こちらにジョインしていると、こんなふうな事例がございます。ですので、まあ、町工場からこの SDGs のこんにゃく臓器にまあ転身した事例というのは非常にまあ参考になるのではないかなと思っています。 で、今日はこのファンディーノについては詳しくお話ししませんが、まあ、個人投資家から、まあ、応援したいと思える企業、中小企業も含めてですが、そういった企業があれば、まあ、資金を株主として投資していく、そういうふうなプラットフォームになっております。はい。で、え続いて、こちらですね、SX にでは、中小企業が取り組むメリットをちょっとまとめてみました。 で今お伝えしたようにやはり SX に取り組むことで、まあ、環境とかそういったところにまあ引っかかってきますので投資家との対話をしていくことにつながりますので資金調達の可能性が十分にありえますまた売上利益にもつながってきますしさらにはこういうふうに SX に取り組むことによって、まあ、最新のイノベーション技術を持つ企業との交流もまあ深まります また今ご紹介したように、まあ、あの PR ですねえテレビとかにねお金を払って出るわけではなくて報道で出るわけですので PR コストとかマーケティングコストが削減されるこんなメリットがございますさらにはですね、えーまあ、環境面社会面こういったところに寄与してきますので、まあ、企業のブランド価値を十分に高めることにつながりますし、まあ、優秀な人材を確保することができます で逆に、まあ、デメリットをまままととめますすこう,いう,ふうになります、ねまあ今こんなふうに、ねまあ、SX とまだ意識はしていないけれども SDGs に取り組んでいる企業はたくさんありますのでその中で取り組んでいない企業となりますとやっぱりこう大きなこうきっかけというかチャンスを逃してしまいますね。デメリットはこちらです,、ねはい、ですので環境とか社会面でブランド価値を高める機会を失いますし優秀な人材をそれによって確保できない機会損失にもなります。 また経営面で言いますとこの SX という長期的な視点はやっぱり経営には必要ですのでそこが欠けているとやはり企業にとってもデメリットなのかなとは思いますではじゃあ SX わかりました、えー、さらには SDGs からやったらいいのかなっていうところだと思うんですがじゃあ SDGs の中でもどれから始めたらいいのかわからないっていこともよく企業さんからご質問を受けるのでこちらを持ってきました。 でこちらはですね、SDGs の17の目標を13、気候変動を中心に書き換えた図になります。でこちらを見ますと、実はこの気候変動13から始めれば、十分に他の目標も達成できますよという図なので、一番こう取り組みやすい、やはりプラスチックごみの削減とか、節水、節電、こういったところから始めることで、十分に他の目標も達成することができます。 さらにこの17のパートナーシップですね。やはりこういった取り組みをした場合、きっちりと今日集まった皆様と一緒にこう連携をしながら、パートナーシップを組みながら、世の中に発信していくということが大事だというふうに言えますね。では、まとめの図になりますが、こちら、えーえー、中小企業の SX の取り組みをじゃあ始めましたという場合、発信するところまでが重要だということを今日お伝えしたいと思います。 で私たち今、成熟した資本主義社会に突入しています。その中で、まあ、脱成長、脱資本主義社会の限界を問うテーマは若い層に、まあ、指示を受けます。で、まあ、大企業だけではなく、まあ、中小企業が持続的に存続していくためには、まあ、理念ですね。先ほどパーパスっておっしゃってましたけども、理念とかビジョンとか、そういったものが必ず必要になってくるんですね。その中で特に、まあ、環境意識の高さとか、あるいは持続可能なものの考え方が、まあ、求められています。 で今日うお伝えしたいことは、やはりこの SX の取り組みをまあしっかりと世の中に伝えていくことが重要なので、中小企業の皆様同士が連携して SX に取り組み、さらにそれをまあ投資家、あるいは消費者に向けて、IR、PR、発信をぜひやってほしいなと思います。ですので、皆様が連携することで、大きなねうねりを起こすことが可能になるのではないかなと思っております。 はい、私の登壇は以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございました。